これでおしまいなのね。どうしたんだ霊夢、財布でも落としたか？違うわ、サンブレイクのボーナスアップデートの配信を見ていたのよ。ああ、あの映像のラストには感動してしまったな。まさかあそこまでデータが集計されているとは思わなかったが。それはびっくりなんだけど、ライズやサンブレイクが幕を下ろした実感が湧いて、ついつい涙がこぼれてしまったのよ。何事も、始まりがあれば終わりがあるもんだぜ。今は正論を聞きたい気分じゃないわ。じゃあ、サンブレイクという作品を別の角度で振り返ってみないか？別の角度？ああ、サンブレイクの良かった点と残念だった点を最近考えていてな。なるほど。それはちょっと聞きたいかもしれないわ。サンブレイクというモンハンの良かった点と残念だった点を振り返っていくぜ。歴代作品をやってきたマリサならではの視点を期待してるわよ。まず最初に挙げられるサンブレイクの良かった点は、ボリュームだな。遊んでも遊んでも遊び尽くせないほどのボリュームがあるわよね。ああ、ライズの頃はアッシュがいなかったりエンドコンテンツが弱かったこともあり、半ライスなんて言われてしまうこともあったんだが、サンブレイクでそこを払拭したんだ。登場モンスターの種類は歴代シリーズでも最大級だしな。アシュや希少種、特殊個体も豊富なのもいいことだぜ。そうね、みんなが興奮するようなモンスターもたくさん復活していたわ。特にフロンティアオリジナルモンスターのエスピナスが登場したのはびっくりしたよな。フロンティアの要素が今後も復活するという新たな希望にもなったぜ。それから、イベントクエストが定期的に追加されるのも楽しいわよね。ああ、しかも報酬として重ね着装備が用意されていたりするから、やる気も出るしな。そして、サンブレイクのボリュームに貢献している最大の要素は、クリア後に始まる怪異等級クエストだな。怪異化したモンスターと戦うクエストよね。今も熱中している人が多いだろうな。レベルが300まで用意されていて、数字に応じてモンスターが強くなっていくんだ。やり込み要素としてはかなりのボリュームだと思うぜ。怪異錬成も楽しいしね。怪異等級クエストをやりきれない人も多いとは思うが、ストーリーとは切り離された要素だから、無理なく遊べるのもいいところだな。そうね、無理なくストーリーを終えるようになっているのもいいところだわ。次の良かったところは、武器種のバランス調整が神がかっていることだな。過去動画でも何度か触れた内容だが、武器種のバランスの良さは過去一だと思うぜ。確かに、サンブレイクは特定の武器種がなきを見ていることがないわね。ああ、過去作はどうしても不遇武器種が出てきていたが、今作はそれがないんだぜ。ライズでさえ不遇だった武器種があったのに、そこを調整してきたのはさすがだな。でも、不遇だった武器ってどれだったのかしら？例を挙げるなら、チャージアックスやガンランスだな。ライズ時代のチャージアックスは取り回し自体は良かったんだが、最大の魅力である超高出力属性解放斬り、通称超高ぶっぱが、とにかく当たりにくかったんだ。正確に言うと、ピンの当たり判定だな。超高ぶっぱに至るまでの道はしっかりしていただけに、当時は残念がられていたぜ。どんなに使いやすくても、当たりにくいのは嫌ね。体験のため斬りに置き換えたら、涙が出そうになっちゃったわ。だが、サンブレイクのチャージアックスはその点がしっかり改善されているんだ。とはいえ、めちゃくちゃ当たるわけではなく、狙えばちゃんと当たる程度になっている。程よい調整がされたってことなのね。その通りだぜ。そしてガンランスは、ライズ時代は楽しいけど不遇な武器と言われていたんだ。攻撃が当たらない、とかじゃないわよね。当たり判定は問題ないんだが、こちらは威力が問題だったんだぜ。砲撃の威力を強化する手段に乏しくて、どうしても火力が不足がちだったんだ。砲撃で空を飛んだりする分には楽しいし、見た目のロマンもあったんだけどな。なるほどね。サンブレイクでは砲撃の威力強化の手段がしっかり増え、火力が高く、蒸気を逸した技である、フルバレットファイアも追加されたんだ。あれはかっこいいわよね。ああ、砲撃を強化するスキルも登場してきたしな。ガンランスにもしっかり、火力を出す余地ができたってことね。そういうことだな。さらに、サンブレイクでは、ライズで優遇されすぎた武器種の調整もされているんだ。優遇されていた武器というと、タチとかライトボウガンかしら？ああ、それらに関してもバランス調整がされているんだぜ。理不尽な弱体化ではなく、プレイヤーが納得できる範囲だけどな。でも、どの武器種を選んでも損がない形になっているのは素敵だわ。歴代で一番バランスがいいって話も納得ね。さて、次も武器関連のバランス調整の話だ。ズバリ、属性武器の復権だぜ。そういえば、サンブレイクは属性武器を使う人がしっかり増えているわね。詳細は過去動画でも解説しているが、モンハンは長い間、無属性や会心環境になってしまっていたんだ。超会心とか、ワールドの無属性強化とかだっけ？ああ、それに比べると属性武器の属性値は強化幅が低くなりがちで、火力を追い求めるとどうしても無属性になってしまうというジレンマがあったんだ。
アイスボーンのアルバトリオンのシステムなんかは、開発の苦肉の策だったんだぜ。開発も、属性武器をなんとかしようとはしていたのね。ああ、その証拠にアイスボーンでは無属性の弱体化と属性の強化を行っていたからな。だが、属性武器と無属性武器の差は少しの調整で埋まるレベルのものではなく、ライズでも無属性の改心環境が続いていたんだぜ。そういえば、みんなナルガクルガの武器を担いでいたわね。そういうことだ。だが、サンブレイクでは属性武器がしっかり強化されたんだぜ。武器の数値が上がったってことかしら？マスターランク武器になって、属性値自体が上がったのは大きいな。福魔共鳴など、属性を大きく強化するスキルが登場したのも追い風だぜ。それから、属性武器は手数を稼がないといけないというジレンマがあったんだが、サンブレイクでは手数が増えるような新技が追加されたんだ。体験のルギリ連携なんかがそうなのかしら？ああ、まさしくその通りだぜ。属性武器をコレクションして、相手に合わせて変えるというのは、古くから存在していたモンハンの醍醐味の一つだったんだが、サンブレイクではその行為にしっかりと意味が用意されたというわけだな。これは単体の作品だけじゃなく、シリーズの歴史としても偉大なことだぜ。武器を作る楽しさは、モンハンに欠かせない要素だもんね。次の良かったところは、ソロプレイの楽しさに大きく貢献した盟友システムだぜ。盟友システムには、今もお世話になっているわ。盟友システムは拠点にいるメイン NPC を仲間として連れて行けるシステムで、ソロプレイでも仲間とプレイしているような楽しさを味わえるんだよな。マルチに参加しにくいけど、ソロも寂しいって時に便利なのよね。でも、使っていくうちに、盟友なしでは戦えないようになっちゃったかも。わかるぜ。盟友たちの行動はかなり優秀にプログラムされているからな。攻撃はもちろんだが、アイテムの使用や操縦までしてくれるから、本当に欠かせない存在だ。しかも、キャラクターごとに個性があるのよね。それぞれの性格が行動パターンに現れているんだよな。ルーチカが全く回復をしない超攻撃的な行動をするのもキャラの演出になっているぜ。やたらとカエルを置きたがる不言はどうかと思ったけどね。あれは修正されたから許してやってくれ。盟友は攻撃力低めだから、最終的にはサポート行動に重きを置きがちだが、盟友ごとのセリフや組み合わせによる掛け合いも楽しいんだよな。そうね、戦闘とかとは関係なく、一通りの組み合わせを試したくなるわ。ああ、次回作以降も改善しながら残していってほしいシステムだぜ。マルチで気負ってしまう人にとっては、本当に救いになる要素なのよね。ぜひ次回作でも仲間と狩りがしたいわ。次に紹介する良かったところは、フロンティアリスペクト要素でもあるぜ。重ね着装備の豊富さだ。重ね着専用の装備がたくさんあるのよね。今もイベントクエストの報酬で追加されたりするから、密かな楽しみになってるわ。フロンティアで人気だった装備もたくさん復活しているし、着色や組み合わせの自由度も高いから、おしゃれをして借りに行きたくなるんだよな。そうそう、重ね着装備の組み合わせを試すだけで数時間が経っていることもあるわ。まさしく、組み合わせのパターンは無限大だからな。色の変更も含めると、他の人と見た目が被ることはほぼないと思うぜ。マリサは色装備の探求もしていたもんね。それもロマンの一つだからな。自分が気に入った見た目で借りに行きたいのは自然なことだ。そうね、そこはその通りだと思うわ。霊夢の言うように、イベントクエストの配信と合わせているのも、モチベーションのいい循環を起こしているから素晴らしいよな。さて、次はボーナスアップデートでさらに強調された良かった点を紹介だ。ズバリ、ストーリーがめちゃくちゃ熱かったことだぜ。ライズからサンブレイクまで、仲間たちとの絆を感じられるいいストーリーだったわね。ああ、ライズでは里のみんなで一致団結して異変に立ち向かったし、サンブレイクでは、エルガドのみんなと協力してガイアデルムを打ち果たした。徐々に濃密になってきているモンハンのストーリーだが、今作も素晴らしく、そして熱い内容だったよな。しかも、ボーナスアップデートでしっかりと丸く収まったのよね。ああ、減少刻むメルゼナの追加によって、しっかりまとまったよな。周辺に異変を起こしていたキュリアの抑止力となる、減少刻むメルゼナの帰還と、王国に伝わる伝承の真実の判明、この二つの要素がしっかり回収されたぜ。メルゼナの本来の姿にも驚いたわね。ああ、モンスターとしての株もしっかり上がる、いいアップデートだったぜ。あのストーリーを最後に持ってきたのは、本当に粋だと思ったぜ。絶対的な味方ではないにしても、固有と共闘したシーンも胸が熱くなったぜ。共通の敵がいたからだけど、あの展開は本当に盛り上がったわね。必ずしも敵なわけでも味方なわけでもないからこそ、利害の一致に感動したよな。ずっと王国を守ってきたフィオレーネの涙に、私ももらい泣きしてしまったわ。わかるぜ。とにかく、カムラの里と王国に平和が戻ってきてよかったわ。さて、ここからはサンブレイクの残念だったところ、惜しかったところを話していくぜ。あら、そんな部分があるのかしら？いい点ばかりを語ってもフェアじゃないからな。
ということで、最初の残念だったところは、ライズの目玉だった百竜夜行だぜ。あら、百竜夜行は楽しかったじゃない。カムラの里のみんなで戦っている感じもあったし、主要設備を配置して活用するシステムは難しかったけど、やりがいがあったわ。それに、モンスターの大群を撃退する爽快感もあったし、霊夢の言う通りだな。百竜夜行はこれまでのモンハンになかった素晴らしい内容だったぜ。だからこそ、サンブレイクにその要素が継続しなかったのが残念なんだ。そういえば、サンブレイクには新しい百竜夜行みたいなクエストがなかったわね。エルガドや王国に攻め込むモンスターを迎撃するという内容とかで、マスターランク版の百竜夜行のようなクエストが個人的には欲しかったんだぜ。苦手な人もいるとは思うが、ライズの目玉だったからな。確かに、あれだけ楽しかったシステムやクエストをライズ限りにしたのは残念かも。それに、王国騎士団のみんなと協力してモンスターを撃退する展開も欲しかったわね。だよなぁ。名流システムの完成度の高さで忘れがちだが、百竜夜行に代わる何かは欲しかったぜ。それに、ライズ時代は活躍した百竜武器もそのままになってしまったな。まさしく、残念というより惜しい話だわ。さて、次の残念だったところは、いい点でも紹介した怪異投球クエストの話だ。あら、怪異投球クエストはやり込みのボリュームにもなっているし、いい要素じゃない。どうしてそこが惜しいポイントになってしまうの？これは4シリーズのギルドクエスト、通称ギルクエでも言われていたんだが、似たようなクエストの周回にあってしまって、人によっては合わなかったんだ。むむ、確かに怪異かモンスターとずっと戦っていると疲れてくることがあるわね。ただでさえ怪異かモンスターは体力が高いし、レベルが上がるごとに緊張感も増すからな。クエストごとにモンスターが固定されていて、ひたすら同じモンスターと戦い続けていたギルクエよりは幅があるんだが、似たようなモンスターと戦い続けるというのが苦痛になってしまう人もいたんだ。確かに、怪異投球クエストはストーリーにも絡まないもんね。怪異錬成など、怪異投球クエストをやることに対する見返りがあるのはいいんだけどな。これだけ完成されたゲームでも、惜しいところは出てきてしまうのね。まあ、怪異かモンスターは逃げないから、私は自分のペースでゆったり周回するつもりだぜ。私の場合は、やり始めたら止まれないんだけどね。布教したゲームにハマってくれるのは嬉しいことなんだが、さすがに睡眠と食事だけはしっかりとってくれよな。そうね。さて、次の残念だった点は、ちょっと考察的な内容になるぜ。ライズで登場したフィールド、溶岩洞の伏線が回収されなかったことだ。溶岩洞に伏線なんてあったかしら？ああ、フィールドの各地で回収できる先人の遺物の内容に伏線があるんだ。そういえば、かつての式みたいな内容の遺物があったわね。でも、内容は忘れてしまったわ。簡単に説明するが、溶岩洞の遺物の内容は、かつて調査に来ていた諸子隊の記録だぜ。諸子隊は溶岩地帯と水や緑が両立した不思議な場所として、溶岩洞を調査したんだ。調査中に、隊員が定期的な脈動のような揺れを感じ取るようになるぜ。脈動？謎を抱きながら調査を続けていたある日、溶岩洞に異変が訪れるぜ。凶暴なモンスターが大量に現れたんだ。百竜夜行みたいね。諸子隊は無事だったのかしら？無事に逃げ切れたぜ。だが、あまりの事態に、調査記録をそのまま置いて逃げることになったんだ。なるほど、その残された記録が、溶岩洞の先人の遺物なのね。そういうことだ。大量のモンスターの話も気になるけど、もっと気になるのは脈動の正体ね。その通りだぜ。ナルハタタ姫の骨があるなど、まだまだ深淵がありそうな溶岩洞だが、やはりその核心は、この記録にある脈動の主なんだよな。考察が好きな人たちは、この脈動を起こしたモンスターについていろいろ考えていたんだぜ。確かに、強大なモンスターが潜んでいる感じがするもんね。ワールドのゼノジーバなど、かなり強力なモンスターが追加されると読んだ人もいたな。だが、その伏線は回収されることがなかったぜ。私も溶岩洞の奥に決戦場型のフィールドがあって、そこで強力な復活モンスターと戦うことになるんじゃないかと、期待していたんだけどな。確かに、そこまで期待していたなら残念に思うのも無理はないわね。私も、溶岩洞の脈動の正体が気になってきたわ。この伏線はどうなるのかしらね。いつか解明されることを祈るしかないのが現状だぜ。うぅ、気になって夜しか眠れなくなりそうだわ。さて、次の残念だったポイントは、まさかのあのモンスターたちがいないことだ。あのモンスターって言われても、私には見当がつかないわ。モスとかじゃないわよね。それも少し残念だが、もっと大きな存在がサンブレイクには登場していないんだ。むむ、どのモンスターかしら。平たく言うと、超大型モンスターの不在だぜ。あら、ガイアデルムは大きかったじゃない。そうなんだが、ラオシャンロンやシェンガオレン、ジエンモーランにダレンモーラン、ゾラマグダラオスなどのような、防衛、撃退クエスト級のモンスターがいないんだ。言われてみれば、そういうモンスターは登場していないわね。楽しすぎて忘れていたわ。でも、これまでも、超大型モンスターが登場しない作品くらいあるんじゃないの？
そう思うかもしれないが、超大型モンスター不在の作品はライズ、サンブレイクが初だぜ。ライズは百竜夜行という防衛クエストに近い要素があったが、サンブレイクは正真正銘、そういったクエストやモンスターが存在していないんだ。個人的には、百竜夜行などの今のシステムを活かした防衛クエストがやりたかったな。かけり虫があれば、超大型モンスターに飛び乗って攻撃とかもできたかもしれないわね。ああ、絶対に楽しくなったと思うからこそ、超大型モンスターの不在は残念なんだ。確かに、急に惜しい気持ちになってきたわ。サプライズアップデートとかで追加されないかしらね。それに関しては、祈るしかないな。さて、次に紹介するのは、近畿のモンスターがいないという点だぜ。近畿のモンスターって、ミラボレアスやアルバトリオンのことよね。ああ、それからグランミラオスも該当するぜ。初代シリーズではラオシャンロンの出没がミラボレアスの伏線になっていたな。それ以降、超大型モンスターが伏線になっていなくても、近畿のモンスターが、何かしらの形で登場するのがモンハンおなじみのパターンだったんだが、サンブレイクでは、とうとう近畿のモンスターが復活しなかったんだぜ。もしかして、これもシリーズで初なのかしら？その通りだぜ。これまでは、近畿のモンスターが欠かさず登場していたんだ。言われてみれば、確かにそうね。アイスボーンだって、アルバトリオンとミラボレアスが復活していたわ。シリーズによって種類の多さに差はあるが、最低でも一種は登場していたんだよな。それが一切登場しない作品というのは、ライズ、サンブレイクが初なんだぜ。超大型モンスターに続いて、これも衝撃の事実だわ。せめてどちらかはアップデートで復活すると思っていたんだが、予想外だったぜ。そう言われると、途端に惜しい気持ちになってくるわね。サンブレイクは登場モンスターが多いし、亜種も希少種も特殊個体も豊富で、追加モンスターの情報が出るたびに盛り上がっていたゲームだったから、最後を飾るのが近畿のモンスターじゃなかったのが、ちょっと残念だよな。シリーズおなじみの存在だったから、寂しさもあったぜ。でも、現象刻むメルゼナも良かったし、いいじゃない。ああ、ゲームのストーリーにもしっかりオチがついて、あれはあれで良かったと思うぜ。だが、かけり虫を駆使してシュレード城や神域を駆け回りたかった気持ちはどうしてもな。そう言われると、本当にそうよね。サンブレイクの良かったところと残念なところのまとめは以上だぜ。良かった点がとにかく多いし、残念な点は面白かったからこその惜しさだったわ。ああ、名作であるからこそ、ついついあれもこれもと思ってしまうんだよな。話を聞いたら、また大型アップデートが来ないかなって思っちゃったわ。まったくだな。我々プレイヤーからしたら、何かあることを祈るしかないぜ。そう考えたら、余計にコンテンツの終わりが寂しく思えてきたわ。おいおい、プレイしている限りモンハンは終わらないぜ。泣いてないで、一狩り行くぞ。そうね、永久にプレイしてやるわよ。ライズ、サンブレイクが好きな人、より好きになった人は高評価を頼むぜ。サンブレイクの動画もたくさんあるから、チャンネル登録してみていってね。みんなが思う良かったところ、残念だったところもコメント欄で教えてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。確率というのはしばしば人の想像を超えるものだ。モンハンにも、確率による抽選がたくさんあるのはみんなも知ってるはずだぜ。もちろんレア素材のドロップ率も低確率だが、モンハンには超低確率で起きることもある。あのモンスターの乱入率、データを消すしかない強度級の不幸に見舞われる確率など、歴代モンハンの超低確率で起こる高得幸をまとめてお届けするぜ。次回、一生に一度、超低確率で起こること5000、ゆっくり見ていってね。